はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、今回は、前回紹介した流れ切り連携の、体験装備なんですけど、そちらの方をいろいろ改造しまして、まあ、仕様とかちょっといろいろ理解したんで、それで無駄なものを省いて、新しいものを取り入れ、火力増し増し、快適さ増し増しの、スーパー流れ切り連携体験を作ることができたんで紹介していきたいと思います。で、まず紹介する前に、ここから先はネタバレを含みます。マスターランク解放していない方、そしてマスターランク50に到達していない方は、ネタバレを含む内容が、ここから、ありますので、それでも問題ないよっていう方は、ご視聴お願いします。では、装備詳細からいきましょう。上から順番に、激高ラージャンの体験、そしてカイザー X、そしてイレーバウロ、ラスボスの銅ですね。で、ベリオ X、レウス X、インゴット X となってます。お守りは攻撃3スロー1使ってます。こちら、スロット2の2枠、スロット2つ空いた2枠分の、お守りでも代用することは可能です。その場合は攻撃のレベルが1下がりますが、それだけで全く同じスキル構成の装備は作成可能なので、お守りが全然ないよっていう方はそちらの方を代用してください。もちろんね、これ以上のお守りがあるんだったらもっとね、いろいろ改造できると思うんで、神おまの大持ちの方はね、もっと改造してください。そしてスキル構成なんですけど、こちらになってます。まあ、上から順番に攻撃レベル7、見切りレベル7、超過信レベル3、弱徳レベル3、達人芸レベル3、風圧耐性レベル3、気絶耐性レベル3、投資拘束がレベル3、逆恨みレベル1、渾身レベル1、脳刀術レベル1、ひるみ軽減レベル1、連撃レベル1となっております。体験装備なのに集中ついてないじゃないかっていうね、多分意見がたくさん出ると思いますが、流れ切り連携に関しては、その強ため切りまでだったら、ほぼ意味ないし、集中は関係ないです。そちらの検証もちゃんと動画にしてますので、まずはそちらをご覧ください。はい、どうだったでしょうか。全くほぼ同じだったね。その激鉱山に関してはやっぱりため短縮があった方がいいんですけど、流れ切り連携を使用しているとほぼ激鉱山まで行かないんですよね。もう行っても強ため切りまでしか行かないんで、それだったらもう集中切って違うの入れた方が良くないっていうことで、僕は集中を切って達人芸レベル3を入れております。これによって、会心発動時、会心が発生した時に、80% の確率で、切れ味を、消費しなくなっております。何が痛いかって言ってね、もう超快適だよね、これ。もうただでさえ、紫ゲージの切れ味がね、長い、激高ラージャンの体験なのに、プラス達人芸が加わり、約もう倍かな？倍以上の、ゲージになっております。恐ろしいぐらい多分切れ味が落ちないと思うんで、ちゃんと弱点を狙っていけば。会心率も、弱得込みで、90% なんですよ。渾身込みで 100% の、体験になってまして、渾身がなしでも、90% の、会心率を誇ってますので、90% で会心を当て、そこから 80% で、切れ味を消費しない。砥石ほぼいらないと思いますし、もし、切れ味が落ちたとしても、砥石使用高速化で、一回シャッて研げば、また切れ味が回復します。
快適すぎますね。プラス、気絶耐性、風圧耐性で、ストレスもゼロと、そして火力もちゃんと増し増しと、これほど快適な、装備を存在するかっていうねぐらい、ちょっと、快適な装備を作成しちゃいました。ため切り連携だとやっぱりため短縮は必要なんで、その枠にちょっといろいろ詰め込まないといけないんですけど、流れ切り連携だけですね、の特権になっています。集中を外せる体験っていうのは。やっぱり集中ってそこそこスロット使いますし、やっぱそこに他のスキル詰め込めたらなっていうのもあったんで、非常にありがたいですね、流れ切り連携に関しては。で、入れ替えは技なんですけど、新ためはあまりしない方がいいです。激鉱山をおすすめします。まあ、理由としては、その、強ため切り、その流れ切りからの強ため切り派生するんですけど、そこであんまり方向が定められないんですよね。その流れ切り連携がかなり動く動きなんで、あんまりその、相手が真正面にいないと多分新ため、ほぼ当たんないんで、だったら、その、ため中に受けることもできて、方向転換が、可能な激鉱山の方が、当てやすいです、攻撃に関しては。なので、僕の中ではこの入れ替え技、タックル激鉱山流れ切り連携混合ため切り強化ノートをおすすめします。混合ため切りも一緒の理由ですね、方向転換もできて、なおかつ、攻撃を受けてものけぞらないっていう非常に優秀な、鉄柱式技なんでね、こちらの連携入れ替えをおすすめします。以上ですかね、今回は。多分これ以上の装備更新ってなると、おそらくお守りがいいのが出ないと更新されないと思うんで、多分ここに神尾間がポンって入れば、こっから改善される内容としては、脳刀術がのレベルが上がったり、連撃のレベルが上がったりとかすると思うんで、まあ、あとは、お守り次第ですからね。まあ、お守りが全然ない人は、ここまではとりあえず作成できると思いますので、ぜひ、作ってみてはいかがでしょうか。ということで、装備紹介の装備紹介の方は、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。